うん、キャッチャーのあの3年目の石橋ですね石石橋橋あの石橋というキャッチャーは面白く育ちそうですよね。あのね結構思いっきりがいいというか、うん、リードでもちょっとノーマルじゃないというか、うん、結構思い切ったリードするからそこでそんな球使えるのかと結構ねキャッチャーってあの対相手がいながら対ベンチっていうのもあってで。 例えば、実績のないキャッチャーって、ツーストライクから、本当はこれ、3球勝負したら面白いなっていう頭があっても、3球勝負して打たれたときに、ちょっとまずいなっていう空気を読んじゃって、ベンチに気にしちゃう、はい、でそれこそ、若い選手っていうのは、そういうところすごく気にする。だけど、あの石橋をちょっと見てると、ちょっとね、そういうところが外れてるキャッチャーじゃないかなと思って、あ面白いなっていう選手かなと。まあ 全くベンチを気にしてこなかったのは谷繁さんだから、まあ、谷繁さんのリードで誰も文句言えなかったから、やりたい放題。うん、よく3球勝負して打たれたりしても、ね、誰も文句言えないみたいな、まあ、それでいいのかなと思ったけどね、うん、バッティングも結構、石橋は思い切りがあるし、うん、ちょっと期待したいキャッチャーかな。